ピアノが聞こえてくる。豪華なクラシックピアノを弾いてはメロ。その軽やかな指さばきとは別に、メロディーの表情は暗く悲しげである。傍らにまるで介添え役のように黒髪家の老女が立っていた。ピアノはそれくらいにして大きい。おばさん、みんなはどこ？早く合わせて。約束しよう。必ず時期に合わせる。ねえ、ん？静かだわ。そう、静かね。静かすぎると思わない？どうして家中がシーンとしてんの？でも、静かな方がお話ししやすいわ。お話？ずっと昔のお話よ。戦争中の飛行機に乗った陸軍中尉がエンジンの故障で海へ落ちたの。大怪我をしながらも助けられたのよ。病院に運ばれた。でも院長が留守で、そこでは手当てを受けられなかった。そんな話どうして私に聞かせるの？聞かせなきゃならないから。親切なお百姓さんがいた。あと病院じゃ隣町にしかねえ。仕方ねえ、俺はリヤカーで運んでやるべ。でこぼこのひどい道をリヤカーで運んでくれたの。怪我人は助からなかった。そっと寝かしておかなきゃいけないのに、デコボコ道に揺られて出血が止まらなかった。中尉さんよ、しっかりしてくれなよ。俺は大至急でぶっ飛ばすでよ。その歌どっかで聞いたことあるわ。どうしたの？おじさんの歌。気がついてくれたね、メロディーちゃん。中尉さんを助けたのはおじさんだったのね。助けたんじゃない、殺したのさ。でも親切でしたことよ。親切があだになったのさ。中尉の直接の死因はデコボコ道を突っ走ったリヤカーだったんだ。これでおばさんの話はおしまい。約束通りファンタちゃんやマックちゃんに会わせてあげよう。あ、その前にここに譜面がある。この曲ピアノを弾いておくれ。いいわよ、そこ置いて。さあお弾き。でも弾くんだ。私が世界一愛した弟が人生の最後に耳にした歌なんだ。お前もそうすべきだ、人生の最後に。黒髪家の老女の目が光っていた。無理やりメロディーの両手をつかむとピアノの鍵盤の上に押し当てた。こうやって弾くんだ。さあこうやって。細い指の上に一本一本重なっている。まことに奇妙な連弾とも言える。そしてその時不思議が起こった。ピアノの白い鍵盤が人食いザメの歯のように上を向き、メロディーの十本の指を加え込んだのだ。メロディーの腕が切れ、頭が胴、そして両の足がピアノの鋭い歯にかじられて飲み込まれていった。
6人目のメロディーもこの世から消えた。